2011年ロシア会員選挙は、2011年12月4日に、投開票が行われたロシア連邦議会、会員国会員の選挙。定数は450議席で、暫定の開票結果によると、与党統一ロシアの得票率は49.54%で、議席数は238議席となり2007年。 ロシア会員選挙の得票率64.3%、315議席から大きく議席を減らす結果となった。統一ロシア以外では、ロシア連邦共産党の得票率は19.16%で92議席、ロシア自由民主党は11.66%で56議席、厚生ロシアは13.22%で64。 議席といずれも大幅に議席数を増やしている。ロシア連邦議会会員選挙では、得票率7%以上の政党にはその率に応じて議席が配分されるが、今回の選挙で、得票率7%を超え議席を得たのは、上記4党である。今回の選挙結果について、選挙監視人からは、与党統一ロシアが得票を水増しする不正行為を、 した疑いがあるとの報告が相次ぎ、野党ロシア共産党、ジュガーノフ委員長も最も不正に満ちた選挙と批判。海外からは、ベイクリントン国務長官が、選挙は自由でも公正でもなかったと非難するなど、選挙結果に疑惑が持たれている。また、ロシアの野党活動からは、与党側に不正があったとして、モスクワやサンクトペテルブルクで大規模な抗議デモを行い、 数百人が逮捕、拘束される事態となった。12月10日には、モスクワで5万人が反政府抗議デモに参加し、プーチンが大統領に就任した2000年以降最大の抗議デモとなった。ロシア会員の阻止条項では、選挙で7%以上の得票率を得た政党には、その率に応じて議席が配分され、また、 得票率が5.0%から6.0%までの政党には1議席が6.0%から7.0%までの政党には2議席が配分される。今回の会員選挙には7つの党が参加する資格を得た。選挙前、ロシア連邦議会会員国会員に議席を持っていた統一ロシア、ロシア共産党、ロシア自民党、 厚生ロシアの4党は自動的に選挙参加資格を得るが、それ以外の政党は2011年10月19日までに15万人以上の署名を中央選挙委員会に提出しなければならなかった。選挙前に世論調査機関、全ロシア世論調査センター及びレバダセンターの行った世論調査の結果は以下の通りである。投票日の12月4日に、 サンクトペテルブルク市内に多数掲示されていた与党統一ロシアのポスターの一つ。ロシア連邦国営通信社 RIA のオボスチは今回の選挙に関して不正投票や選挙監視人の妨害、不正な選挙活動などロシア全土で1100件以上の選挙違反が報告されたと報じた。公正ロシア、ヤブロコ、ロシア共産党などは有権者を 複数の投票所に連れて行き、複数回投票させていたケースがあると訴えた。またヤブロこと、ロシア自民党によると、同党の選挙監視人が、投票箱に封印をするのを見届けるのを禁じられたり、何の根拠もなく、投票所から追い出されるなどしたという。さらに、多くの投票所において、中央選挙委員会が発表した選挙結果が、 選挙監視人が実際に記録した投票数と大きく違うとの報告もあり、統一ロシアの公式の票数は記録された票数の2倍から3倍にもなるケースがあるという。ロシアが最大の構成国である独立国家共同体の国際選挙監視人は法に則っ,って取り行われ、重大な選挙違反はなかったとしている。選挙を監視した欧州安全。 保障協力機構民主制度、人権事務所、OSCE 議員会議、及び欧州評議会議員会議は、選挙は、国土が広大であるにもかかわらずよく準備されていたが、政府及び与党への権力の集中といった特徴が、見られると述べている。OSCE 民主制度、人権事務所は選挙の6週間後に、完全な報告書を出す予定であるが、 概ね大きな違反はなかったと述べていると報じられた。一方、与党の統一ロシアは野党側は投票所でパンフレットや政党新聞を配るなど違法な選挙活動を行ったり同じ投票所で投票者が共産党に投票するよう暴力で脅迫を受けていたと主張した。なお得票の統計分析結果では各投票所レベルでの投票記録は 正規分布ではなかったにもかかわらず、投票率と統一ロシアの得票率との間には、強い性の相関関係が認められることから、票の水増しが疑われる分析結果となった。アメリカ、ヒラリー・クリントン国務長官は、訪問先のリトアニア・ビリニュスで、ロシア会員選挙について、自由でも公正でもなかったとして、選挙の公正さに、重大な懸念があると批判した。 これを受けて、ロシアのラブロフ外相は、クリントン国務長官や他の米国当局者のコメントについて、受け入れがたいものだとした上で、ロシアの選挙状況の分析を試みることなく、ステレオタイプなものの見方やレッテルバリを後押しするものだとして非難し、選挙の監視をした OSCE に対して無礼な態度であると重ねて批判した。また、プーチン首相は12月8日、 選挙監視団の報告書も読まずに選挙を批判した。さらに、民衆を挑発し、デモに仕向けたとして、クリントン長官と、米政府を非難した。12月10日、モスクワ中心部にある、ボロトナヤ広場では、主催者発表で4万人以上が参加した、大規模反政府集会が開かれた。12月5日、 今回の会員選挙で不正が行われたとして、およそ8000人が参加する、反政府抗議デモが、モスクワで発生し、ウラジーミル・プーチン首相と、ロシア政府を求断した。抗議者らは選挙結果はでっち上げだとして、プーチンの退任を求め、中には革命を求める声を上げる者もいた。12月6日には、与党統一ロシアに反発する、約500人が、赤の広場付近で、 抗議行進を行った。軍や警察は放水砲を備えて、反政府デモの前に立ち塞がり、モスクワでは5日夜に300人が拘束され、サンクトペテルブルクでは同じく120人が拘束された。6日夜だけで少なくとも600人が勝利広場で、反プーチンのスローガンを唱え、また、クレムリンの近くにある革命広場では、 デモ隊と警察及び内務省部隊が衝突、デモ隊の一部が拘束された。またモスクワ、外戦広場には1000人を超える群衆が集まり、数十名が拘束されたが、このデモには、元ロシア連邦第一副首相、ボリス・ネムツオフや、著名なブロガー、活動家のアレクセ・ナワルニーも参加していた。BBC は、ロシアの国営テレビ局は抗議デモを無視し、 政府への支援活動だけを放映していると報じた。政府及び統一ロシアは1万5000人規模の集会を開いた青年団体ナーシア8000人が集まった若き親衛隊などの支持を受けており、これら政権系青年団体と反政府デモ隊との間で衝突が起き、双方に拘束者が出る事態となった。ありがとうございます。